じゃあもう一個。ね、じゃあもう一つのパターン。そうそうそう、そう。もう一つ重要な部分、はい、忘れてました。先ほど言ったように、しっかり、荷重をした状態でずらさないと減速しないという部分ですね。特にコブの中は減速するためにスキーをずらせる幅っていうのは決まってるわけですよね。そこに、コブが目の前に迫ってくるわけですから、だからできるだけ短い時間で、減速していかなきゃいけないんで、しっかりと体重を乗せた状態でずらしていきたい。これが重要になってくる。基本的にはスキーの上に常にいたい。いいですか？今非常に多くの方はカービングスキーになっても随分と年数が経ちますから、この角付けで、ターンを起こすような動きが、非常に多くなってきてます。多くのスキーヤーね、荷重をそれほどしなくてもスキー回っちゃうもんですから、まあ整地に限って言えば特にどうしても上半身も下半身と一緒に傾いてしまう方すごく多いです。でも今言ったように時間がない、スペースがない、コブの中はとにかくリズムが速いのでね、でその中ではもう上半身は傾けないようにしましょう。ただ、当然、下半身は、少なからず片付けはしなきゃいけない。で、下半身は傾けます。でも、上半身はもうまっすぐのまま。立ち上がって、向きを変えて、こう。こういう感じ。整地と同じだよね。はい。これが、こうなりたくないです。はいはい。内倒はしたくない。はい。内倒したくない。じゃあ、上体を立てて、スキーをやっぱり体の足、下に置いておいて、滑った方が、いいですね、はい。そうですね、うん。はい。自分の体の下にスキーがある状態で、ずらしていく。はい。というような。これは、むしろ、整地でね、練習した方がいいかもしれないですけど、まあ、ちょっと、せっかくコブなんか来てますんで、うん、コブの中でもやってみましょう。で、しっかり短い時間で力強くエッチングをして、減速したいので、まずはしっかり立ち上がりましょう。立ち上がって高いところから一気に体重を乗せていく。で、この時に先ほどと同じように上半身は斜面の下方向へ向けておくようにしましょう。で、しっかり立ち上がって勢いよく体重を乗せていく。はい、というような感じですね。立ち上がって外足乗る。オッケー。立ち上がって外足乗る。そうですね。オッケー。はい、オッケーですね。うん。うん。ちょっとお、ちょっとうまいでしょ。練習の成果出とるやん。出ました。うん、ちょっとうまいんだ。ちょっとうまい。お二人はもともとスキーが上手なので、なかなかその、今ね、初心者が出くわす課題っていう部分は今出てこないんですけど、一番はギュッと力をかけた時にスキーが横へ出ちゃう。このパターンが特に多いです。ですんで、先ほどやったしっかりと上半身を斜面下方向へ向けておく。そのためのストックをつく位置。これは、できるだけ、気をつけながらやってみてください。これができてないと、ギュッと体重かけた時に、そっちへスキー、ラインからスキーが、コブのラインからスキーがはみ出てしまう、パターンがすごく多いんで、上半身は斜面の下を向けておくっていうのは、ちょっと気をつけながらやってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。この辺は、整地の中でもね、しっかり練習できると思いますんで、やってみてください。ただ、先ほど、村上さん言ったように、急斜面の方がスキーをずらす、ずらしながら止めるっていうのは、練習しやすいです。ですので、急斜面の中でやってもらえるといいんじゃないかなと思います。整地でもですね。
というような感じで、どうでしょう？はい。非常に、やっぱりね、いいことをおっしゃってましたんで、ぜひ一度練習してもらいたいなと思います。あと結構、やっぱりね、急斜面になると腰引けちゃって、そうですね、上体がこう、後ろに常にこう、怖いっつって、自分から危険なポジションに入っていってしまってるんで、やっぱりこういう中間ポジションっていうかね、しっかりと前傾をキープしていって、はい、逆にそっちの方がスピードコントロールできるっていう、この意識を変えていかないと、常に後ろに行けばスピードが止まるっていうのは絶対ありませんので、前に前に、やっぱり手の位置、ね、一緒にこう前出していかないと、前に入っていかないと、まあ、センターが前ですね。はい。そういうところも含めて、急斜面に慣れていくっていうのが必要になってくるから、ぜひ、今日の動画参考にして、明日からのトレーニング、役立てていただければと思います。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、プレミアスキーアカデミー、校長の村木でございます。プレミアスキーアカデミーのメンバー、宮田茂さんと、はい。そして、小樽予選、10位かと思ったら9位だった。高橋健介さん、お迎えしてですね、動画を撮影しております。北海道でもだったり、CJ でも、ナショナルでも、経験者で、集まったスキースクール、今、今期からやっておりますので、質の高い、レッスンを展開してますので、ぜひ、一度遊びに来ていただければと思います。はい。はい。しっかりと、メソッドを確立してですね、わかりやすいレッスン展開してますので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。